韓国与党のニョンどもに民主党。最大野党のなぎょんぼン自由韓国党。野党のオシンファン正しい未来と。与野党三党の各委員内代表たちが交渉団として防衛費分担金の引上げについての韓国側の立場を説明するため20日訪米する。 この三党の院内代表は、米国行政部及び議会を訪問。論争となっている、米国側との防衛費分担金交渉をはじめとして、日韓軍事情報包括保護協定、グソマや終了問題について協議するものと予定されている。この三党、米国側の 過度な防衛費の引き上げは受け入れられないと一堂に主張してきた。しかし今回の三党院内代表団の訪米の日程決定直後、ともに民主党が米韓両国の相互尊重と信頼を土台とした防衛費分担金の公正な交渉を求めた決議案を採択しようと要求。 結局三党間の立場の違いを狭めることができずにいる状態である。イーニョンドどもに民主党院内代表は、前日の会議で国民の95%が冷静な防衛費分担を支持しているのに、自由勧告党は公正な防衛費交渉を求める国 解決議案にも反対していると自由韓国党を指摘した。しかしな、ギョ自由韓国党院内代表はインタビューで、急いで決議案を採択するよりか米国に行って防衛費分担金交渉につ、我々が同じ見解としての原則を伝える方がいいと判断していると明かし、 新ファン正しい未来党院内代表は、与野党が国益として防衛費問題に、単一の意見を米国に伝えることは確かである。ただともに民主党が主張する決議案の部分は、訪米前に決議することが戦略的に適切なのかという点において意見があると説明。